はい、どうも、失礼します。カフェモチでございます。というわけで、インスクリプション続きですね、やっていきたいと思います。前回は、獣ですね、倒せたので、今回、左上行こうかな。じゃあ、左上行きたいと思います。おうおう、な、おうおう、おうおう、喜んじゃった。はい、行きましょう。あ、ていうか、お前、さっき散々暴言吐いたやつやん。こいつ。僕に挑戦するのか。デッキを見せてくれ。なんだよ。人のデッキ見て。しょぼいカード。シナジーも考えられてない。こんなデッキじゃ僕に勝てるわけがない。ま、僕はここで動線管理リストを仕上げようとしてるんだ。でも送られてくるボットたちがクソすぎてな。作業員を動かして僕にもっとマシなのを送るようにしてくれ。必要ない奴らを LINE に放り込んでやれ。それと頼むからその辺が進む頃にはいいデッキを用意してくれよ。なんだこいつ、すげえ暴言吐くやん。泣くぞおしまいには。さあ、カードバッグ1個見つけた。技術のカードバッグ。あ、なんかなんだっけ、シナジーとかなんだっけ、このエナジーか。シナジーって強化動線で閉じられる回路内にいる他の生物は攻撃力を 1L、 分からん。あー、2つ出した場合になるのかな。エナジーを1表示してプラス CV の迎えにいる生物に1ダメ強制的に与えられるの。強いな。はいはいはい。あー、エナジーあんのめっちゃ便利。エナジーってさ、確かさ、ああ、ここにもあんのか。これは3方向に攻撃するやつではないよな。何のマークだ、これ。ま、あ、とりあえず動かしてみましょうか。こいつは後ろに下げるし、こいつは前に出す。で、こいつは手前。こんな感じ？攻撃がストップしちゃってるもんな。ただ、この3ダメはないと、まず間違いなく、あれな気がすんだよな。下げてみるか。だからもしかしたら3ダメ与えられる ?3 ダメだね。これ何のカードかわからんな。ちょっと、きっとこれ何のカードか確認してからじゃないときついんだろうな。あ、聞き出しが飛び出す。中にある2個のカード。ちょっと待って、あのカードが何かを確認せずに開けてしまった。待って。まあ、強化動線、はいはい。爆弾夫人。すべての開け場所がエクスプロードポット。何これ。で、インセクトドローン。はい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 。オレンジ目。はい、OK です。さあ。カーブホッパー。スチームロップ。骨2個。攻撃体力を増やす。はいはい。OK。で、多分右もだよな。強化動線に閉じられてるやつはプラス1の効果を得る。だからきっと強化動線を使えってことなんだろうな。よっ。こんなもんか。そうだね。さあ、カードバッグに行こう。お、なんだこいつ。マックスモジュールは盤上にある所有者にジェムを1個ずつ与えるのか。はあはあはあ。うんうんうん。ジャンポット出現、飛行を、はいはい、骨を2個、はいはい。さあ、ガンは便利、インセクトドローンを持って、リスボールがまたあるな。OK、さあ、商人か。商人はどこでもいるね、取引したい？さあ、でも買えるようなものはないので、デッキもきっとな、ちょっと変えた方がいいんだろうな。エナジーのやつらがだいぶ増えてきたからな。ただ、マンティスゴッドが便利すぎるし、ネクロマンサーいらんか。で、幽霊戦も消しなって、首なし機種、ちょっと骨がどんどん減ってきちゃうけど、まあまあまあ。その代わりにエナジーのやつらを強化攻撃力。このガンのやつが便利だよな、きっと。
で、ジェムがあるから魔法のやつもきっと出せるようになるんだろうけど。まあまあまあ、まだいいでしょう。で、インセクトで飛行で飛ばすか。これは多分、だってそうだよな、導線のやつが2個なきゃいけないから。これだよな、きっと。で、まあまあまあ、いいでしょう。M があっても、爆弾封じんでも入れとくか。OK。まあ、マンティスゴットさえいれば基本どうにかなると思ってるんだが。マンティスゴット強すぎるんよ、あいつ。なん？あ、あ？ちょっと待って、きっとカード3枚必要なのにカードが2枚しかないよな。まあまあまあ、とりあえずきっと後回しのもので。あ。あ、上に変えて、なるほど。で、11にすれば、これでいいんじゃない？おう、そうだよね。はい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 。で、し、あ、じゃあ下のも解けんのか。ちょっと待って。よいしょ。1で、こいつでつなげばいけんのか。OKOKOK。さあ、橋ができた。渡っていく。ここも、あ、カードバックか。ああ、いっぱい。エナジー造船しか完成した回路に含まれている場合、エナジーはなくならない。エナジーなくならないの？めっちゃ便利やん。イスボール。オッケー。よいしょ。さあ、なんか技術のカードパック、めちゃくちゃ手に入るな。導線。導線いっぱいあってもいいなぁ。はい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 。さあ、まあとりあえず下のやつに話しかけてみるか。よっ。何よ。なんかよ。私は今めっ忙しいけど。え？ P03 が私の資料気に入ってない？でも私はただの検査担当よ。もっといいボットをラインに並べるなら。っていうか、あんた誰？ P03 に言われてきただけ？ P03 はカードゲームの腕があるやつしか信用しないのよ。私は超忙しいの。でも、あんたが私に命令を出す価値があるから見せてもらうわ。忙しいんなら戦わなくていいっすよ。なんで戦おうとするんですか？いいっすよ、別に。忙しいなら。ちょっと待って。強化導線で閉じられている回路内にいる。強化導線。こいつにプラス1されちゃうのかな。だから、早めに倒したいけど、まあでも、正直、よっ。イスボール出しとくか。なんとなくな。うん。で、そいつだけプラス1だよな。そうだよな。ただ、そうか。ああ、これだったら早く倒しちまいたいな。だって、強化導線さえなくなりゃいいから、ここに出しちゃえば。そうだよな。1になっちゃうもんな。ああ、ただ強化導線が降りてくんのか。わあ、厄介だ。そしたら、とっとと、こいつも倒してしまいたくて。これで OK でしょ。OK、強化導線は完成しない。次は目の前のやつが倒れるから、よくて、ここに置いとく。OK。さあ、強化導線が完成しても左のやつはどうせ死ぬし、これでターン終了だし、で、オーバーダメでも入る。OK。やっぱマンティスゴッドなんすわ。マンティスゴッドが強すぎるんすわ。OK。あら、あんたが持ってきた P03 のメッセージは本当、本物みたいね。言った通り、私はただの検査担当、エンジニアでもなくてデザイナーでもない。新しいボットを LINE に送ることはできないわ。でも、私自身を送れるかも。P03 に忠誠を尽くせて嬉しかった？それじゃあね、見せるものよ。あああ、頭が P03 のとこに行ってしまう。さあ、また解かなきゃいけないのか。マイナス 1？ マイナス 1？ 待って、マイナス 1？
まあなんかなんとなくで真ん中にマイナス1入れりゃいいんだろう。ああそうだよね。オッケー。さあ上の方行ってみよう。さあ、おっと電気を切断するタイプがいる。プラス1、プラス0。なるほど。これでどうよ。プラス1だよな。だから、こうして、適当にあとはサイドに置いとけば。うわあ、ダメだ。サイドに置いといちゃいけないタイプだ。ちー、それもつながっちゃうのか。だからこいつは切らなきゃいけないんだな。端に置いて接続切って、で真ん中に潰して、これでどうよ。いけるべ。オッケー。さあちょっとどいてくれ。そう、どうして。はっ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 は。今のは私たち、私はメルター。原料が送られてきて、それがどうなるかは私、あなたが見ている通りよ。出して。その一言も言わなくてもいいわ。今すぐカードバトルをしないと。なあ、戦闘狂やん。なんでそんなバトルを。さあちんちゃか、ちょっと終了時、動線通れる帰らないの空き場所にジャンプポットを出させる。で、動線攻撃力プラス1。うわぁ、厄介。出して、マンティスゴット出すけど、これまずいか、ここに出した。ジャンプポット出てくるよな、きっと。握手だったか。ああ、そうだよな、やっぱ。ビスボール、導線を消してやりたいけど、まあいいか。あ、生贄に捧げなきゃいけないのか。はい、骨取っといて。で、まあマンティスボット死んじゃうけど、ターン稼ぐか。でジャンプポットを出現させる。あ、もうなんか一寸のことさ。あ、ボマーか、この人。骨出して。OK。もうこれは骨回収のターンにしてしまう。あ、で、しかも、ちょっと待って。これここに置いとけばさ。よいしょ。前に1ダメ与える。OK。これで終わり。ウロボロスが出てきた。ウロボロスが出てきたか。お前、正直決め手には欠けるよな。まあまあまあ、ウロボロスを出して、もう接続させないようにしてしまえば OK で。OK。で、エナジーめっちゃ余ってるから、ひたすらプラズマ打ち続けてしまって。OK、やった。で、ボマーを出してもいいんだけど、その後ろのやつ何？ジャンプボット、はいはいはい。じゃあ、ここに出してしまう。で、攻撃。で、しかも、なくならないんだね。一旦ごとに、終わった。一旦ごとにあれ、つなげる、助けて、いい戦いだった。それはさておき、何のようでここまで来たの？E03 様がもっとマシなボットをスキャンしたい。ね、難しいわね。見ての通り、私は鉄を溶かすだけのスタンプ装置のプログラムを作り変えられないわ。少なくとも、1台の新しいボットをラインに出すことはできるわ。あはははははは、やるなよ、P03 様のために。わあ、身捧げすぎやで。ほんま。さてと、回路を切るのがある。接続。これ切ってもしょうがないんだよな。だったら、
プラス1プラス1、電気潰し、消して、消して、違った、消して、で一番左に、一番右か、ごめんごめん、 OK です。これで完成よっ。さあ、ややこしくなってくれたな。プラ1マイ1、マイナスのやつらはできるだけ処分したいんだけど、でプラス1プラス0、これ6になったけどダメ？あ、いけるんか、いけるんか。5じゃないとダメとかいうわけではないのね。さあ、なんか猫くん、猫くんっぽい人が働いて、ああ、猫くんに触ろうとしただけなんです。よいしょ。うっ、そこなんだ。ここへ来た理由は知ってるぜ。俺に問い込んでほしいんだろ。でもよ、要求はこざえられねえ。特別な依頼を受けた。わかるよな。特別なもんを探してんだよ。デュエルはやるぜ。そうだ。あんたが勝てば何かくれてやる。でも八百長はなしだ。P03 にバレちまう。さあ、分からせないといけないようですね。分からせてやりますよ。さあ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 。うわー、なんかあまり良くねえな。骸骨出して、リスボール。リスボール。で、骨は漁らせておきましょう。なあ、言っとくが、ここで働いてる俺を、何？話すのは無理だ。こいつをくれてやる。ほら、パック受け取るよ。技術のカードパック受け取った。え、どういうこと？さあ、うせな、仕事に戻らせろ。おい、そいつはまさか。こいつで俺を P03 からたんまりも報酬をもらえるだろうな。え、なに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 ？ちょっと待って。わかんないけど、とりあえず上のカードパック。さあ、シャッターは、その生物は死ぬ。しかも、ダメージを1与える。へえ、便利。あ、ちょっと待って、しかもさ、最初のさ、カードのタイミングで出てきたこいつが、違う違う違う、三方、こいつこいつ。対峙する位置の生物と隣接する味方の生物に10ダメを与える。ああ、重っ。あ、うん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 、はいはいはい。で、下のやつはなんか話しても聞いて、なんか すごい右下がすごいな、大丈夫、あれバグじゃない。ほら、さっさと行け。ん？いいのか？ P0、 ああ違うんです。なんかすごいバグってるやついるけど大丈夫？バグってるやつここで取れたりする？もしかして上上がってこない？バグってるやつ上がってくるよな、きっと。あ、そういうわけではないのか。ああ、もう何回やるんだよ。ああ、もうなんか、あ、来た、バグってるやつ。なんだろう、これ。すごい、すごいバグってるけど、大丈夫、これ。まあ、とりあえず P03 のところに戻ってみるか。よいしょ。03、なんか最後の人がだだこねてくるんですけど。夫の質がだいぶ良くなったな。作業員みんなと戦ってきたのか？本当に彼らに勝ったのか？もっぺんデッキを見せてくれ。おお、こんなので彼らに勝てたのか。わかった。多分僕が見逃したシナジーがあったのかも。さて、やろう。の？
あのコンベアベルトが見えるか、僕の工場もあんな感じでさ。少なくともお前の恋愛視力を確かめるために用意されたものだ。あ、ちょっと待って、これ嫌だな。ミートボット、インスペクター、インセクトドローン。これさ、自分のデッキが相手の方にもきっと行っちゃうんだよな。なるほど。マンティスゴッドの出しどころって感じだな。まあ、とりあえず置いて、で、リス出しとこう。こいつをコンベア状に並べとけば。で、移動を、そうだよな。どういう仕組みか分かったか？さて、お前のターンだ。わかりました。したらもうなんか、とりあえず。OK。痛えけど。で、飛行、捧げる猫があってもいいんだけど。三方向爆破があんのか。三方向爆破があんのか。2回言いました。大切なことなんで。で、リスはこっちに移動してくるし、三方向爆破で倒してしまおう。オッケー。さあ、リスが出てくる。で、リスやられる。で、1で、そろそろマンティスゴッドを出したいんだけど、マンティスゴッドを出した時点で私は誰かを殺さなければいけなくなってしまう。いや、速攻を仕掛けるか。速攻を仕掛けるのも手だな。リス犠牲、リス出しのマンティスゴッド。OK。で、マンティスゴッドがボールをやるんだけど、骸骨、リスボールはもうほっといても、っていうかあいつ出てくるのを防いでくれるぐらいやってくれるし、あ、でもマンティスゴッドがどうせやっちゃうのか。そしたら、もうリスボールをやってしまって、で、骨も出しとくか。うん。で、ターンエンド。OK。で、OK。で、これで3打目が。おっと！そいつが出てくるのか。で、1打目はもらっちゃう。これは許容しよう。で、マンティスゴッドがあっちに行った時点で、生物に1打目だからきっとダメなんだよな。で、次のターン、マンティスゴッドがあっちに行ってしまうから、もうやってしまい、だし、骨作り、できるだけ骨を出せ。で、コンベアに乗せ、OK、1ダメ与える。これで、さらに骨で1ダメやってしまって、骨作っといて、骨3つ欲しいな。OK、これで完成。どうしようかな。1,2,4ダメ与えれば勝てるか。4ダメ与えれば勝てるのか。いや、骨をあと2個ぐらい一応作っといて、で、ああ、やべ。ちょっと次のターンに任せるか。OK。うん。OK。で、これで、もう攻撃してしまえば終わり。さあ、2戦目、どうなるか。お、スキャナーがオンだ。どのカードをスキャンしよう。なんて冗談さ。一番いいステータスしたカードに決まってるだろ。こいつはまだ強くなれそうだ。
わあ。そこに来んのか。うわあ、厄介だな。じゃあコンベアに発掘人を乗せたいんだ。ああ、でも空飛ぶのか。でしかもワイのカラスがあっちに行ってしまうから、もうエルクでカラスがあっちに行く前にやってしまい、でブラッドハウンドやり、で骨採掘かな。で1ダメ与える、銃で巻き込まれて、あそうか、手前のやつも死んじゃうな。しまった、なんてことだ。まじゅい、まじゅいじゃん。猫は出したいから、猫はこれで出しとくか。で飛行はもう食らいましょうか。 OK、 1ダメ食らう。さあ1、とりあえず1ダメのやつは確実にやんなきゃいけないし、でここでやべ、カラスを防ぐ手段がね、これさ爆弾落とすじゃん。でこいつを殺してしまえば、猫も死んだけど、これで今のうちにちょっと1ダメ与えておこう。じゃないときつい。 OK、 でうわー、マンティスゴッド、ここで来るか。なるほど。出すじゃん。でもしここに出した場合、骸骨いいか。ちょっとマンティスゴッドはほぼ犠牲に近いが、これで OK。 で骸骨が作れる、しかもウロウロ作る。 OK、 骸骨をめちゃくちゃ作っといて、骨こんなにあっても意味ねえからな。で骸骨作る。でとりあえずボムマはやり、でマンティスゴッドももう捧げてしまって、でボムマをやる。それでターンエンド。OK、 もう何も出てこないんだったら勝ちだぞこっち。 OK、 OK、 じゃあオーバーダメでやってしまおう。はい、完璧っすね。骸骨の姿は骨の読みになり果てた。OK です。ふん、運がいいな。どれだけついてても完璧なプレイには仮定しないさ。うぃー、レシーに謝れ。とりあえずレシーに謝ってこい。あのおっさん割と好きだからな。お前の勝ちみたいだな。お前は死のスクライブになりたいのか、あのナイーブなばあさんか。考え直した方がいいよ。技術のカードパックを受け取った。さあ、エナジーを取る、エナジーがなく、ああ、なくならないタイプね。はいはいはい。はい、OK です。さあ、技術。墓。わ、3ダメはでけえな。ていうか、エクスプロードボット、めっちゃ便利だったな。自分でやっても相手に10ダメとか加えられるから。バッテリー残量低下？何？
あ、またビデオか。え、バッテリーフルチャージ完了。あ、なんかちょっと待って、増えた。I think I've just got to send it. To whom it may concern. It's a bit formal. Hello there! Exclamation point. My name is Luke Carter and I'm a fan of your collection. おい、なん、まあ、とりあえず終了ぞ。あ、なに、なに、いい、ちょっと待ってくださいよ。なんすか、これ。え、な、ちょっと待って。わからん。何が起きてんだ。まあまあまあ、とりあえず、とりあえず、P03 も倒したし、最後ですね。左下だけ残ってるんで、それを、まあ次回倒しに行きましょうか。そうだね、ちょっと、うん。今やれることはね、あの動画の考察とかではなく、もうなんか単純に左下のね、と行くことだと思うので、じゃあ次回は左下の塔を攻略していきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。